皆さんご機嫌いかがでしょうか。大和物語の第119弾2回目です。今日はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは2文字続けて、さて。次は来るという漢字を崩したものです。次はり。これは遣唐使の件という漢字を崩したもので。 けと読みます。次はる。これは夜という漢字を崩したものです。読み仮名はよ。次はも。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。さて、来たりけるよも。そして、病気が良くなってから、男が来た夜も。となります。 次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれはえ。次はあ。これはふ。これはま。次はし。次はき。これはことという漢字を崩したものです。次はや。これはあり。そして 剣刀ののけとという漢字を崩したものでけと読みます次は「ん」これは「え」これは安倍さんの「あ」という漢字を崩したもので「あ」と読みます次は「はち」という漢字を崩したもので「は」と読みますこれは2文字続けて「さーり」少しずつ読めるようにしていきましょう 次は、介護の会という漢字を崩したもので、けと読みます。次は、れ。これは、8という漢字を崩したもので、はと読みます。次は、可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。これは、へ。次は、さとという漢字を崩したもので、りと読みます。次は、みみという漢字を崩したもので、にと読みます。 次は「剣刀使の剣という漢字を崩したもので「け」と読みますこれは、り。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう「えあうまじきことやありけん」え「えあわざりければ帰りにけり」「女は会えない事情があったのだろうか」 会うことができなかったので、男は帰ってしまったとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。ひらがなが続いている2文字の場合は、読んでみましょう。さて次は変態柄ですから、ここはバラバラにしましょう。安倍さんの「あ」という漢字を崩したもので、あと読みます。次はし。 これは、た。次はにという漢字を崩したものでにと読みます。次は男。読み仮名はおとこ。次はの。これはもととですね。もと。これもひらがなだけですので読んでみましょう。より。これは いいとひですね。こかつじは1文字2文字3文字で出来上がっています次はこれもひらがなだけで筆が続いていますから2文字続けて読んでみましょうお、こいかがですか次は単独ですのせこれはたり次は 変態仮が入っていますからバラバラにして読んでいきましょうこれは介護の介という漢字を崩したものでけと読みます次は流れるという漢字を崩したものでると読みますそれではこれまで読んできたところを振り返ってみましょうさて明日に男の元より言い起こせたりける それで翌朝男のもとから言って起こした歌となります次はここからです拡大して読んでいきましょうまずこれは「あ」次は可能の「か」という漢字を崩したもので「か」と読みます次は三髄の「つ」を崩したもので「つ」と読みます 次は支えるという漢字を崩したもので、木と読みます。これは,はちという漢字を崩したもので、はと読みます。次はゆ、これはふ。次はつ。下は遣唐使の剣という漢字を崩したもので、けと読みます。これは続けてとり、次はの。 これは王という漢字を崩したもので、わと読みます。次はひ。これは声という漢字を崩したものです。次はこ。これは上。次は耳という漢字を崩したもので、にと読みます。次は置いてという漢字を崩したもので、おと読みます。次はと。 ここはラとヌですね。ラヌ。次は音という漢字を崩したものです。読み仮名はね。次はお、そ。これはな。次は支えるという漢字を崩したもので、きと読みます。次はて。これは可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。 次は「へ」これは「里」という漢字を崩したもので「り」と読みます次は「し」それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう「きは夕継鳥の詫び声にとらぬねをぞ泣きて帰りし」明け方なく鶏の悲しそうな声に劣らず声を上げて私は「 泣き泣き帰りましたよ、となります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは、を。次は、本という漢字を崩したもので、ほと読みます。次は、い。これは、君。読み仮名は、き。次は、さんという漢字を崩したもので、みと読みます。 次は返すという漢字を崩したものです。これはし。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。大い君返し。大君きみの返した歌となります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれはあ。 次は可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。これはかわという漢字を崩したもので、つと読みます。これは木の次はねという漢字を崩したものです。私たちが使っているひらがなのねのもとの字です。ここはさめ次はの。 これは見るという漢字を崩したものです。見と読みます。次は踊り字。これは耳という漢字を崩したもので、にと読みます。これは下が踊り字ですから読んでみましょう。き、それから踊り字、ききとなります。次はし。薄いですが、可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。 次は「と」これは「とり、次は「より」そして「本」という漢字を崩したもので「ほ」と読みます次は「可能」の「か」という漢字を崩したもので「か」と読みますこれは「能力の「の」という漢字を崩したもので「の」と読みます次は「声」という漢字を崩したものです 次は「八という漢字を崩したもので「は」と読みますこれは「せ」次は2文字続けて「さ」「り」そして「き」それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう「あかつきの寝覚めの耳に聞きしかど鳥よりほかの声はせざりき」明け方目を覚ました時 鶏の声は耳にしましたけれど、それ以外の声は聞こえませんでしたよ。となります。今日はここまでです。それでは皆さん、またお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。